池田さん。すねの角度は保ったまま、つま先よりかかとの踏みつけから外に行っちゃダメよ。中潰しに行くっていうね。中に前にする足をがちょっと前すぎるからちょっと引きつけながら、内足の肘、内足引きつけね。皆さんちょっと腰、外腰の向きはこっち外向き、あ、今 OK だね、今 OK、 これも OK だね。そして手、肘、はい、向き変えてからじゃなくて少しずつ向き変えながら内足リフトするの、ね、ストックついてからトントントンよ。ほら曲がりながら交互だね。池田さんもう少し両足で切り替えてね、外スキー外して、外スキー腰下入れて、外スキー腰下入ってきたら返す、入ってきたら返すね。池田さんちょっとスタンス狭くしてって、外スキーと内スキー離れちゃうんで、踏み込み両足からで押し込むの、ずわーっと。池田さんもう少し胸の中心しっかり回しながらね、ストックから腰幅よりもやや狭めでずわーっと両足でギュッ、少し中に上体預けながらその力も利用しながらこうスピンかけて、前の人この辺でいいですよ。